どうも、エイベックス所属の落語家金正ってマです。NBS アナウンサーの福島信弘です。二人合わせてヤングタウンです。よろしくお願いします。はい。俺ね、うん。俳優になりたい。なんだよ、急に。もう、落語家、もまともにできず。お笑い芸人も。ログにできず。漫才も中途半端で。中途半端じゃ。今度は役者ですか。ただ、まあ。おめでたい人ですね、本当に。 セリフで言ってんだろうな、それ。本気で言ってるだろ、間に合え、もう。俺は俳優になりたいよ。なんでですか、なになに、そんな、なに、どうして。やっぱかっこいいよ。まあね。もうなんか見ましたとか言われるとさ、嬉しいしさ。いや、まあ、そうだけどね。いつかこう主人公やってみたいね。あ、主人公。主役いいじゃん。まあ、そうね。うん、やって、エキストラが関の山だもんね。はあ。ざけんなね、ずっとそうだから主役って、もうポスターも真ん中でさ。なんか。 主役の金賞でマンドハさん入りますみたいなさ、うん、そう,そうそう。まあまあまあいいんじゃない。なんか金賞主役の金賞でマンドハさんはより差し入れですみたいなさ現場でこうなんかさ、うん、いっぱいなりあの。 ケーキとかをさ、なんかこうありがとうございますみたいな、いやいよいやみたいな。まあいいけど夢は広がるよね。そういうのやりたいわけ。まあ実世界でた分無理だからさ。なんだ無理って。漫才の中でぐらいは叶えてあげたいよ俺は。絶対いつかねその現実するためにも。ただやっぱり先に練習してきて。あまあね。それは確かに必要だと思います。じゃあここでやってみましょうよ。お願いします。じゃあマンドーさん。どう？セリフは？うん。ああそうね。セリフのある芝居っていうのはねやっぱりねそれはセリフに頼っちゃうんだよねやっぱり。 だからやっぱりセリフのないうん芝居からやった方がいいと思うんだ。それ一番難しいって聞くよ。そうそう。だから例えば神社にお参りをしてこうしっかりとお願い事をしてる男の横顔をこうバシッと撮るみたいなさ。かっこいいじゃん。なんかこの後大事なことが控えているみたいなさ。主役じゃんそれ。人生変えるぞみたいなさ。ぜひやりたい。ん。そういうのやったらと。じゃあこうパンパンってお参りする。そうね。パンパンパンってお参りしてるところにカメラグッと寄っていく感じで、で僕そこにまあナレーションガッて入れる。わかりました。じゃお願いします。行きます ずっと生まれてこの方彼女ができなかった俺にこのマッチングアプリを使ったことで彼女ができて人生爆変したんだよマジでそれあのどこで見たかもわかんないけど騎士官のある男が見るショート動画のショート動画のやつショート動画かしないあのスキップしたやつすぐにスキップしたいんだからテレレレンテレレンじゃねえよマジで 違うのそれなんかやりたくねえよ、俺。あ、そうなの一話かっこいいじゃん。主役だよ、でも。主役じゃない。ただ AI、AI の、みんな見てるよ、ね。えみんな見てるみんなは見てねえよ。<laughs> でも笑っててるるよよ男性がみんな見別に見たくて見てるわけじゃないんだからなんであれ AI なんでしかも違うのかでそれモノマネ毎週。そういうのじゃないんだなそうじゃないよちゃんとしたそういうやつよだからそういうやっぱり主人公お芝居がさだからドラマとかあドラマテレビとかそういう映画とかのドラマとかそういうことね舞台とかなるほどじゃあ万東さんは俳優さんね私マネージャーやりますからそこ練習しておきましょうなんで大事なんだよどういうことか

えっと、町人王の横ですね。いや、そういうことじゃなくて。<laughs> はい、町人王と Q がいて、その間に P とかとかそういうことじゃなくて。いや、はい、Q とか E いい分かってるよ。 ABC やつねからせ時なんす時半入りでげえいっぱいいるじゃないか町人がはい P なんて一番もうだいぶもう扱われるぞせめて A か B がいいよあこれダメですかこれいやもう A か B がいいやじゃねえわもう違えたわあの役目があるやつがいいよあじゃ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 あ次の地上げ一応主人公なんですけどもよろしいですかこれちょっと舞台になりますけよろしいですか全国ツアーなんですごくないもうかなりお客さんも結構入るというえっ 例えばなんかもうみんないろいろ全国どんどん回ってくる回ってきますねえっ役名は役名は「一匹狼の竜」っていう一匹狼の竜。すごいねいいと思いますであのこれ父親なんですほほほで子供が三人いましてこの三人の子供はあのちびたま三兄弟がやりますのでちょっと待ってギャラ取っ払いでいやじじいやそれ大衆演劇の世界で見るやつ移動はあのトラックになりますいやトラックかどうかは別だとしても大衆演劇さんってすごいよだけどちょっと待ってだってチビ玉にそれ俺お父さん役でしょはい それで俺だって全国ツアーってずっと回ってくるやつじゃん終わりであの座員へのダメ出しの時間をちょっといただかなきゃいけないんですけどもダメだって言ってんだろこれがって言うやつでしょいそれがるいつも見るやついつも見てる時ノンフィクションで見るやつあとちびたま三兄弟ももういい大人だからねそうですね安藤さんより2個上になりますね本当のののちびたま三兄弟長男方は

舞台3年 B 組金八先生の坂本金八役なんですけど5時からカツラ合わせがあるんですよ。いやもうカツラ合わせはいいからカツラ合わせはいいよ。せめて伸ばしたっていいだろうあります、ね。あと堀さんとりんごちゃんにやる演技指導が入るんですよ、ね。いやだったらあの2人がやれよその役は。バカチンガの練習ちバカチンガをなんで俺5時からあの何方言指導みたいな感じで何演技指導があの、はい。指導,あ指導日取ってありますんでちゃんと指導日嫌だってしかもあのカツラ合わせこうやって5時から稽古場で、まああ。いや違うんだってもう強いんだって。 りますかこれはもう確実に断ります申し訳ないけど主人公のちょっときついな舞台ちょっとあんまり台ちょったからドラマとかいいなドラマでしたらねあのちょっと体張る系のお芝居なんですけど全まだ結構あのバッとこう力使うやつなんですけどじゃあのビルから飛び降りて車に引かれる役なんですけどよろしいですか

マンドさんに今回ピンクの役をやってほしいっていうのが監督の願いで、はい。主役じゃないじゃん。だって俺男だし赤でしょ。いやです。時代が違うんですよ。まあその今までずっとね男の人が赤で主人公みたいなのが多かった中で女の子はピンクとかそうやって色で分けるんじゃなくて性別関係なくあの見てほしいということで監督が立っての希望でまあセンターはピンクで。令和令和の時代です。新しい。特にもうマンドさんピンクでいきたい。初めてのピンクの主人公いいじゃん。そうなんです。えすごいやりてえタイトルは？ 回春、えー、メンズエステヒーロー呼び込みマン <laughs> 全体違いじゃねえかよ。

変態ピークに変更で言っときましょうかもう意味が分かんないから変態ヒーロー嫌だからせめて戦隊ヒーローいやもうそういうんじゃない戦隊ヒーローは受けますねじゃあ戦隊ヒーローは受けません受けない泡の体の洗うとかは違う泡戦隊じゃないそういうのやめてくださいダメですそうじゃなくてちゃんとドラマよんかじゃあちょっとどうですか日曜劇場の話もあるんですけどあるじゃない TBS でしょ TBS ですだったらいいよであのまた言っちゃダメなんですけど 樹スリーっていうのがあるらしいんですよで大丈夫本当それを今度オーディションやるっていう話なんですよえっ何役いやそれ主人公も決まってるんでそうそうそれはもう荷が重いですよその枠があるらしいんですよで台本はもらってるんですけどどうしましょうぜひぜひちょっと練習してみますか練習した練習したいじゃあ私相手役やりますんで主人公やかなで俺はじゃあその準職はいセリフ言っていただいたらそうですじゃあ先じゃあいきますはい 俺は一生許さない。覚えている、はい。マネージャーだよね。はい、ちょっとあの半沢直樹のクオリティが、範囲も含めて、クオリティが高しました。どうしましたじゃなくて、<laughs> もうマネージャーも、いや,いや演技が入りすぎだから。あ、すみません。まあ、まあ、めちゃセリフ。いや、わかんない。覚えていろい。えっと、いや、違うんです。ここは大丈夫だと思ったんです。ふざけるな。ここは、うちの店の縄張りで、お前は勝手に客引きをやっていただろう、えー。それ呼び込むもんじゃねえか。もういいよ。エンビス、ヤングタウン。 10分やってます。ちょっと寄せが寄せの寄せサイズになっちゃってる。寄せの体になっちゃって申し訳ないです。ゆっくりやっちゃってるから。すみません。だいぶあのね今日やりましたよ。そうですね。あのヤングタウン万歳ライブ終わりですから。はい。あのだいぶほら一回やっちゃってるからさ。やっちゃってるからね。3年ツアーということで神戸名古屋東京都3会場でやるわけですがそのまあ最初ね終わりましたね新海地気楽館で。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もうたくさんの すごい人ですよ。ね、えー、本当にあの気楽感がいっぱいになるぐらい。うん。どれの落語会でも広めでもあんなに入らなかった。そうですよね。うん。その空いてる席もあんまりなく、ちゃんと埋まってね。ちゃんと埋まって。なんか年齢層も結構幅広く。なんか若い方も結構いたよね。いたよね。なんか二列目とかでさ。そう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 。なんか二人カップルみたいな。ね、なんかなどうしたんだ。わからない。 そ急にどうしたんだよしかもゲストもさすごいしてないかでもう面白いよでもさポップじゃないじゃないですかいやまあまあいやんていうのそのわざわざさ2列目で見に来るような芸の方じゃないじゃないじゃないダイソー光圀さんそして八方君改めできた君のお二人ですどちらかといえばあの二人ね結構青空のステージの方が強い時あるから。 かそうそうああいうところをなんか「どーもドーもどーも!うん」っていう、ねうん、大きい声でみんなを呼び込まい,はい、はい、みたいにやるような芸風がいたんですけどだけど、あのー、すごくお客さんしっかり入っていたいて。うん、まあこれはひとえにやっぱり告知の力かなと私は思いましたけどもね坂東さん、あのー、心の場をお借りして <laughs> <laughs> 一言よろしいでしょうかそうですねラジオにちゃんと出るのは あの事件以来初になるわけですか事件ということになりますよね事件でしかない不祥事ですねじゃあちょっと一言よろしいでしょうか何でしょうかあのこの場を借りて大変恐縮なんでございますけども私金賞デマンドは本当にあの松井愛のやめるのやめるの芸能界はやめました松井愛の少し愛してをちょっと寝坊してしまいちょっと寝坊 ちょっと寝坊?。ちょっと寝坊?。失礼しました。はい。松井愛の、少し愛してを、はい、を完全にすっぽかし。本当に申し訳ありませんでした。最低だな、な君は本当。すみませんでした。最低だな、な君は。もうちょっと薄らいでるだろう、反省が。が薄らいでないよ、本当に。それは感じてるぞ、ひしひしと。<laughs> ねえ、なんでそういうこと言うの、全然緊張してる。はい。緊張、緊張してるのか?。緊張って、だから。<laughs> 緊張してるいやいやもう本当にね本当にいやあのこれもしかしたらねそれをご存じない方もいらっしゃるかもしれませんが実は全部言もとをとえば3週間ほど前にこのヤングタウンの稽古というかあとポッドキャストの収録もあったのかなその時に僕が「少し愛して」に出たいと気楽感のお知らせで出たいということで自分からの売り込みましてスタッフさんに。 で出てもいいよっていうことで自分から売り込んだんですよね。はい。自分から売り込んだというか僕に言ってきたんだよね。出たい。えアイさんとこ出たいって言っていやそんな言い方じゃない。音で言うとね音そんなねあなたは耳がいいからそういう音って真実目持つからやめよう。出たいんだよ。いや違そんな即まあじゃちょっと聞いておくよって言ってまあ一緒にねあの番組のディレクターにお願いにですぐだから俺が だって、うん、別れて俺は肥後ひのほしの,のカレー屋の小市カレーに、うん、あの松尾隆さんおすすめのね、うん、カレー屋さんにもうは移動し入る直前にもすぐ電話ってきて、うん、その距離感よ本当に梅田から小市カレーまでの距離かから、うん、かそこまでその時に電話 <laughs> かってきてあだったら何日やったら出れるけどって言われてプロデューサーもみんなああいいよいいよもう,大もう快諾ですよ愛さんもえー、それやったら木曜日とかいいんじゃないみたいなメンバー的にも見たことも言ってくださって。 うん、でまあちゃんとブッキングできて3週間ぐらい前だよね、はい、でね、まあ、出る予定になりましたと、はい、でで坂東さんはその当日は9時半に、まあ、現場入りすれば十分で、うん、まあ10時の出番なんでそれに間に合えば全然大丈夫ですみたいな感じでしたねはい、はいうん、で僕はちょっとあの前日パーティーというか、まあ、ちょっと催し物に一回出なきゃいけないので東京に一回戻りましたはいでまああのー、えっ、ー、とそれに師匠もいたので 師匠と一緒にパーティーでですね飲ましていただいていってでまあまあその後ちょっとまた少しお酒が入ったのかななんかうんうんうんそこら辺ぐちゃぐちゃってしゃダメじゃないもうオンエアで言ってるからもう隠しても意味がないよあの有里ちゃんと飲んでましたあ失だから飛びすぎなんだよ情報がもうもう飛びますもう違うでしょもうパーティーがお昼間あってえその後ね師匠と一緒にまあ打ち上げでも行こうやないかと言われてでまあ行ってでまあ一杯引っ掛けた ここまではいいわ、はい、それが11時ぐらいに終わったんだ、はい、でそのまますぐ帰ればいいもの次の日の朝1でね新幹線で行かなきゃいけないんだからそれなのになんだか知んないけどもう一軒行きたくなっちゃったんだね、うん、ちょっともう家の近所でさ、うん、軽く一杯ね軽く一杯、うん、飲んじゃった何時まで ?1 時半 1> 1時半まで飲んだんだねうんう、うん、誰と ありさちゃんとねありさちゃんっていうかスナックの子なのよスナックやってんだねそうそうそう、うん、だから別にありさちゃん飲んだってかありさちゃんの顔を見ながら飲んだって <laughs> <laughs> 一緒じゃねえか。より悪いよ。それだったらアニサちゃんと一緒に飲んだ方がよっぽど健全だわ。アニサちゃんの顔を見ながら飲んだって。な <laughs> ん <laughs> だお前。お月見じゃねえんだぞってね。この野郎 <laughs> 間違えちゃう,ちゃう失礼しました。玲 <laughs> 花 <laughs> ちゃんい、いくら笑ったね。本当に。顔見て飲んだじゃないから。顔見て飲んだじゃないのよ。うん、顔が見えてたの。顔が見えながら、うん、顔が見えてたっていうか、それも俺ずっと一人で飲んで感じらだからまあいつも行くからさ。まあまあ馴染みだからな。まあその飲む別にいいよ。そこまでもいいよそれはそれは別に。 で次の日で,すよでまあ自分はで,で実はなんかそこでちょっと軽くインスタライブもしてて、うん、その前日だからインスタライブ毎日やってるあとちょっとで終わりなんだけど十九日でね。はい、でそこで俺はあの遅刻はしないと、うん、もうあのー。 人生で2回だけ本当にそにお笑い芸人時代に10代の時に1回と、うん、1> それから「あのおだいぶホットファンタジー」っていうイベント、うん、1>, 1月2日に飛ばしたことがあってまか、うん、そう,そうだけどそれで本んにたくさんの大人が謝ってるのを見て、うん、自分はこういうところの立場に置かして頂い,いてるんだってことを改めて分かったのでだ,、ね、だから絶対兆候しないところ、うん、正直本当に遅刻は本当にそういうなんか。 例えば本当に諸事情があってなんか電車が何とかとかあとそれこそカバンをね取り違えたとかまあそれはあったけどこういうなんか寝坊的なもので一回もないね確かに基本的には時間通りに来るし時間だけは大切なことだ時間も俺れっていつも言ってるから誰に子供たちとか子供たちとかに言ってんだねでその人が翌日ですねオンエアの日ですよね 9時半入でまあみんなでねまあ私はもう9時半もうちょっと前にあのスタジオの近くにはいて、はい、でまあ共演の皆さんとかお話とかもしてたんだけど、はい、なかなか遅いなと思ってまあまあまあ時々そういうこともあるからなと思って、えー、LINE を送ったが返事が来ず既読にもならないからあれと思って心配になって電話かけても繋がらないまあこれはひょっとしたら移動中だから気づかないのかなと思って。 かまたどうせ誰かと電話してるのかなと思ってたけど、9時50分になっても来ないからさすがに怖くなって長めにコールをかけたらマントさんが電話に出たんですよね。はい。うん。なんか本当に何かなんか髪の導きというか。神の導きだったらもうちょっと早く起きられるだろう。その神様どこにいるんだよ、君の。ギリギリの髪。ギリギリアウトだよ。すいません。でもマジで携帯でなんか、うん。はってこう。 携帯を見たの、うんうん、そしたら「福ちゃん」って書いてあって「そうだよね、うん、でもしもし」って言ったら「<laughs> やるけしたー!」っていう声をもう大勢が「<laughs> <laughs> あごめんあっ <laughs> るけしたーって言うからもうでもあと10分あるから「お前おの大阪の家から中津なだから近いんだからもう、うん、茶屋町まで走ってきなさいよ」って言ったら「<laughs> 東京なんだよ! <laughs>」。 っっってずっと言っててもうもうこうなったらもうこっちもさ腹決めてじゃあもう電話出線に切り替えるしかないからってんで電話番号を言いなさいって言ったら「じゃあ帰って言って焦ってるからむちゃくちゃ早いんだよもう。実ちょっと聞き取れないから「やらいやかしたちょっと聞き取れないからもう一回電話番号」「ちゃんとゆっくりゃさい」っつって「ロねっ何?」って言ってゼロ。 それでやっと電話番号を聞いてで、ね、スタッフにも渡してでも愛さんもちょっとまあね「ちょっと!」みたいになって「まあ、あの人は優しいからねこれ面白い逆に面白い」とかって言って本番が始まってオンエもしかしたらお聞きになった方もいらっしゃるかと思いますが。はい 本当にまあ涙止まらず、号泣議員とね言われ、揶揄され、揶揄され、ほぼ何言ってるかわかんないけど愛さんだけ聞き取れるとか、本当に本当に本当にしか言ってなくてずっといや本当にそうなんだもん、坂東さんみたいな、はっぱりみたいないやいやいやまあでもいや自分がこうなんだ謝罪会見とかになったらこうなるんだなっていうのはすごかったわかり自分がこうなるんだってことも初めて。 人にいや本当に申し訳ないと思った時ってこうなるんだなっていうふうに僕が一番好きなパートはですね「本当にすいませんでした」ってずっと何回も言った後に、うん、本当にね僕みたいなね何の芸もないただただ芸歴が長いだけの人からだけでやってきたような人間が「<laughs> こんなことしたら終わりなんですよ」って言ってる瞬間が俺一番面白いあれは忘れられない <laughs> 自覚あるんだと思って。<laughs> あれはもほんと言われちゃったもん俺そうですか。焼酎飲みながら何回聞いたか <laughs> あのくだり <laughs> そうそうその通りって言いながら俺は聞いたもんもうあれはいやだから本音でしたよ本当にすごいなと思って <laughs> 本音だもんマジでもう。 本当にダメな人間だと思って自分でも自覚症状あるよそりゃね目をかけていっぱい大きいことやってさ自分大きいね不動産やってとかさパーティー復帰とかさでも自分が結局はこれぐらいのちっぽけな人間だってことも分かってるしさそれはでそれいう人間なのにもかかわらずああいうことしてしまったことは本当に良くないと思った言葉であれがそれ本当もう誰もフォローができないからそれを言われちゃうとさ自分で言ってるからそれをそんなことないよとも言えないじゃんだってさんがさ何か犯罪おかしいんですかって い、うん、<laughs> いやでも本当に申し訳ないそ,、ね、そしてまたさアイさんのおかげというかあの番組出させてもらったおかげで、うん、本当にあそこからチケットが20万以上伸びたんだよね <laughs> すごいよそれ生謝罪を見たいと思ったんだろうね、うん、お客さんがねいやもうだってびっくりしたよ俺、うん、出てきた瞬間に何人かがさ「うん、アリサ i s a <laughs> って 俺そうそうそう <laughs> 別にねこれね浮気でも何でもないですよただスナックで、うん、飲み過ぎただけですよそうだ,、ね、だけど、うん、あのやっぱ不倫した人の後謝罪とかあととかって、うん、ああいう扱いを受けるんだと思ってそして俺は別に今まで何の苦もなかったありさという言葉が急に苦しくなるんだよ。<laughs> そさらそうだわなそれだけのことしてんだからいやこれ有里さんには悪いよね。別にあ何にも悪いことしたないのにさ有里さんは巻き込まれてんだ。大阪でさ知らないところでずっと名前が連呼されてるぞ。普通に考えたら気悪いよ。そうだよ舞台上ね舞台から客席からさ有里さんハンバーグみたいに言われたけど有里さんって言われてひどい話ですよねそこはね。まあ何だしかもありがたいのはさ愛さんまた自らさ。 来ていただいてさまあまあ前の席の列でさ多分チケット取るの早かったんだと思うんだよね早いもう結構前の方息子さんも好きだからって言ってださお二人分でありがたいことにさパって見たらさうちはあんのよねそうだようちは作ってくださってんだよそうだよすごい。でまたほらもういじっていただいて寝坊すなマンドー寝坊すなそうそうマンドとそう でこのさカタカナのマンドウがさ馴染みがなくて俺最初テコンドウだと思ってさなんでテコンドウって書いてんだろうと思ってそしてよく見たらマンドウでさ寝坊すなってなってさでもありがたいよその後にちゃんと「ラブ」って「ラブだ」「本当に優しいよラブ」って書いてラブね反対見たらさ「アリサ」って書いてあるラブアリサ」ね苦したよもうんにいやでもそれぐらいのことをしましたから本当にもう申し訳ない本当にあのね えー、リスナーの皆さんも本当と関係者の皆さんにもね、うん、もう本当にもうご迷惑をおかしましたこれ根源的な理由はどこにあると思いますか万藤さんの中で、うん、やっぱりあのー、本編というかあそこでもね言いましたけど、はい、やっぱり気の緩みだと思うなぜ気が緩んだと思いますかだって他の仕事はそんなことないじゃないですかで a さんのことはバカにしてるわけじゃないですい,全然な,いなぜその気が緩んだと思う俺は知ってるんだ答えをえ俺マジどういうこと あなたお昼間にさっきパーティーがあってって言ったでしょそのパーティーはどんなパーティーでした?。そのパーティーはどんなパーティーでした?。お昼間というかが夕方ね、その二十一かな、二十一の。なぜ調子に乗ったか。あのーはい、ヨッピーというブランドを作って、ヨッピーってブランドとね、はい、あのー、いろいろ。リトルサニーバイトっていうブランドを作ってて、はい、俺の T シャツとかもデザインしてくれてる人がいるんで。その人の。 その人にお願いしたんだよね T シャツとか。でなんかスウェットがなかなか売れないよって言ったら「あそっか」って言ったからじゃ今回の10周年相当な人が集まるからそこで例えば好楽師匠もさ来てくれたら嬉しいしでなんだの師匠の孫はさユノちゃんって言うんだけどすごいリトルサニーバイトファンなじゃあぜひぜひ来てよじゃあせっかくのら急所でマンド T シャツ着てくれたらいいねみたいな。 系のさウェブサイトとかかにるらそれでいざさまだ師匠もわざわざ時間作ってくださってしかも俺はもう何その現場でさ着替えるところでさスェットに上下に着替えてくださってピンクもですそれでゆのちゃんも T シャツ着てくれて俺は何者か分かんないといけないから着物を着るというような状態で参加したらそうそうたるメンバーで例えば元トリプル A のいそれからあとはもう足立由美さんそれからもう何すくいくらなの 前田敦子さん、はい、それエクラなんだっけあの何呼び捨てにして、まあそれはいいでしょう。はいうん、エえエあのエークーラー7っていうあのクーラーを7個出すギャグを昔やってた。ついついエクラー7って言っちゃうんでね。まあそ,それはいいとして、はいえー、それから川北真由子さんとかですね。はい、それからいやもう、えー、とんでもないだからもうそのクラスの方、はい、あまあ三上喜久子さんもいましたし、うん、それからあとあのごくら山さんの奥様もいらっしゃいましたし、はいはい、それからいや。えー あと佐藤舞美さんもいた。あすごいね。うん。とかね。あと人気だそういうユーチューバーとか、V チューバーとかもうちょっとごめんなさい勉強不足だった方もファッション系の人たちですね。モデルさん系のそう。あとま木波春香もいました。あと山田優さんもいた。あ嫌いな人ばっかりだ。そこに何だろう一列目そのファッションショーを見るって今海外ではそういうのがあるんだってね。まあなんだろうなちょっとま久々にというのもおかしいんだけど。はい。 しててるところに自分がい実は AAA 元テレビのニッシーさんはね俺デビューの時に AAA がデビューした時の番組のナレーションさせてもらってるちょうど僕の元マネージャーがエイベックスに行ったっていう縁もあってナレーションで「お前結構声いいから」なんて言ってくださってナレーションをやらせてもらったでもどうせ忘れてるだろうなと思ったけど。 ご無沙汰です。おお、嬉しいじゃん。握手されてうん。そんな早いから嬉しいよな。そうは上がって、でまあなんだちょっと気持ち大きくなっちゃう。そうでしょうね。そこで調子に乗った。だから二つなんですよ。自分がスターになったと勘違いした。そして綺麗な人たちがいっぱいいた。この二点なんだ。この二点なんだ。だからその日の夜にやったインスタライブの動画もしよかったら皆さんご覧ください。まずその話から入ってますから。 ここでこの男は完全に自分はスターになったと調子に乗ったんですよ。しかもよ、昼間に綺麗な女の人たちを、もう五、ん、万、うん、と見たわけだ。 そしてそのこの2つの欲望が絡み合って絡み合ってほどけなくなった状態で夜の11時のに放たれたこの男はですねいつも言ってる行きつけの気に入ったありさちゃんのところに会いにそうすると酒飲みすぎる当然だよね当然だよ人間だもん人間だから当然ほんで飲んじゃって飲んじゃった結果どうなったかというと次の日遅刻をしたというそういう物語だこれはそういう物語だよこれは。 白山先生やったから <laughs> でやってたから今、今ね。<laughs> そこでなんぞ次の7国をするというお話だ。<laughs> そういうことだろ。<ー>そういうことだろ。<laughs> 本当に申し訳ないだからあの、はい、あなたがマンド遅刻で遅刻でマンドー遅刻伝で,でしょそれもう <laughs> 本当に申し訳ないもう <laughs> マンドー遅刻で。マンドー遅刻伝なんかマンド遅刻店舗を吸い込でみたいに言われてんだよ <laughs> マンドー遅刻でのいい <laughs> 好きでおじやいやあれはだからねぜひとも私はあの当日の反省のインスタライブっていうのがあるんですマンドーさんがね夜中津のこのねスーパーで、うん こことが起こった夜になんだか知らないけどマリリンも励ましなのか何なんのかね手伝っていくれるなんか知らないけど一緒にねスーパーの中津のスーパーでお酒飲んでなんかカツオのたたきみたいなの食ってんだよねうれしそうに。だけどそこは一応お酒を飲んでませんという手を取って反省をしてますという配信ですがそのぜひ前日をご覧いただきたいです皆さん。です えー、967回再生されている動画ですけどこのこの時の顔が調子に乗ってる顔だというのを是非 <laughs> とも皆様にはご認識いただきたいこれがあなた自分で彫ったデジタルタトゥー消すなよ絶対に本当にほめとしして残しときにいやもうあと29日で終わって、うん、何個か残そうと思ってるんです、うん、でこれはもちろん消す候補第一位だったんですけど <laughs>、はい、そうか。 するだろうなと思ったから、私はここで言っておきます。絶対に消すなよ。これを。君は忘れるんだから、そうしないと。いまあ、でも、そうだね。うん、本当、これは大事だね。そうです。なぜ調子に乗ったか、そこまでやっぱね。言及目大事だから。そういうことですよ。ん本当。調子, <laughs> 調子乗ってんな、こいつ、確かに。<laughs> でも、俺さ、本当、昔からやっぱさ、変わらないね、人間っていのはね。マイクに向かって喋りなさい<や>。<laughs> 何カウンターに横に腕ついて喋ってるいな感じで喋ってんだよ、君は。スナックだぜ。スナックの喋り方。スナック思い出すから。スナックの喋り方。ごめんごめんごめん。ごめんごめん。酒があるから、こう、型があるから、その、やっぱ。 こうねグラスを持ってこうね肩をちょっと入れるっていう構造あるじゃないですか。カウンターに腕を置いてるこの角度も腹が立つよね。本当に腹が立つ。まあ腹立つ。まあ皆さんが優しかったからね。それで結果チケット買ってくださって。本当にわもうねこれ本当にあのさんがこういう形でダメよ。で結局やっぱりね笑ってくださる人っていうよりもやっぱちゃんと怒ってらっしゃる方もいらっしゃるし冷静にダメだなって思われて方もあるし本当当然これはもう何かペナルティを受けるべきだし。ね。 で、まあデ、デジタルタトゥーですか。<laughs> まあ、このマンドね、あの遅刻でも、もうしょうがない、もうこれはすべて受け入れるしかないし。うん、うん、だから、ただ、まあ、やっぱり皆さんのおかげで、なんとか。そう、ね、今日この会を、うん、ね、あの、終えることができたのは、本当にもう、うもう松井愛の、少し愛してる、本当に皆さんのおかげです。本当に。<え>次の日、ちゃんと謝りに、で、愛さんもね、許してくれたんでしょう。一、まあ、まあ、まあ、でも、それもさ、うん、で、わざわざ手に、で、また、あの何、何 その週たまたま日帰りパートナーでさ香西かおりさんだったの始めましど優しかったそういうこともあるって言っおい調子乗ってんじゃねえぞ失礼しましたでも失礼しましたでも本当優しい皆さんに本当ねたくさん優しい人がたくさんいるんですでも本当にあの反省しておりますえこれを機に10分前行動というかまあ これを機に10分前行動。<laughs> <laughs> 間間間違違違えええたたこれを機ににもちろんんんんんん二度とと遅刻はしししししまままませせせ何らかのの形ででねっていいいラジオ皆皆ささ本当申申訳訳あありり今日も一本目のネタで落ちかむししね何も反省ててるとは思えないいす大阪府堺市ののさんらま今日気楽館でのヤングタウン漫才ツアー見に行きました。さんできたをゲストにヤンングタウが 6本の漫才とヤングタウンをお腹いっぱい堪能できる内容になっていましたマンドーさんがどうしてもやりたかったような感じでしたが気楽感では聞いたことがないアンコールまで飛び出す盛り上がりようで6本目のネタ以外は終始笑いの絶えないライブでしたとても楽しかったですというふうにおっしゃっています <laughs> ありがとうございます感じております、はい 6本目はね「あのー、褒めことけなし」のオマージュ作品をちょっとやってみたんですけどね、はい、あれは即興でやるからいいんだね、えー、そうだね、うん、あれはちょっとなんか事前に準備して、うん、もう終わりですね、うんえー、京都府京都市の天城さんからメッセージツアー初日お疲れ様でした、うん、去年から舞台袖ライブ何度か見てきた身としては満員の気楽感にはや,やや覚醒の感がありました、うん、観客としてそうなのだろうからお二人からしたら考えもひとしおでしょうネタについてもおいろいろおとおヨガヨガのネタなどコンパクトながら綺麗 味をが増した作りとなっていて笑わせていただきましたと今後も実験に飛んだツアーとなることを期待していますが最後のネタは実験が過ぎるのでやめたほうがいいと思いますすいませんありがとうございますアナギさんいつもコメントをいただいて樋口それからですね他にはすごい人数来てた<や><当>今日ねいつもメールを送らない人も結構送ってくださったりしてるんですよねラジオネームバケラ た君さん東大阪市の方、ありがとうございます。ヤングタウンの生の漫才を見るのは初めてで、アンコールの一本を除いてはどのネタも面白かったです。逆にすごい。六本も漫才が見られるとはお腹いっぱいです。お疲れ様でした。ダイソー撲付きさんできた君も素晴らしかったです。というようなことも書いてあります。どうやって来てくれたのかな。だからヤングタウンの漫才を見るのは初めてっていうことはだから。 だからやっぱり、うん、気楽観のファンの方まあそれこ,そ,れこそね少しはしてとか多分愛さんのところからこっちに来てくださった方が結構だから満遍なくいろんな人がいたよね年齢層もすごく幅広かったですね、うん、男性も女性も若い方もいたし本当に上の方もいましたし愛さんは息子さんと来ていただいたから、ね、そうそうそう、うん、だからなんかそう面白かったですねこちらから見ていても、うんうん、こんな感 今日でやるの初めてだして確かれそういう意味ではいろいろいいなんだろう手応えがあったりね、まあ、6本目の手応えのなさとかも含めてなぜか一番最後のアンコールであのお客様に顔が向けられなくなるってね恥ずかしくて <laughs>、うん、そこはちょっとプロじゃないなと思いましたよ本当に。うん、<laughs> であんまり受けなかったから不安になって最後喋ろうとするっていう <laughs> あれも坂東さんっぽいなと思いながら私はやっておましたけどね <laughs> すいませんもうむき出しで <laughs> 申し訳ない。次回はは今度はね 名古屋での公演が待ってますからですね。大仙芸場ですよ。いやー7月20日ですか。ね。大仙芸場でやれるってのもまた全然雰囲気違うと思う。あ、そう私はね行ったことないんですよ。あ、そう。立ったことももちろんないし。その前はさ結構老朽化で、うん、まあまだその元は残してんだけど、基本楽屋とかもすごい綺麗で、うん、あのあそこも見やすい感じだよ。うん、あのキラッカ また違ってフラットでさ。あ,あ、そうです。そうです。ちょっと映画館的な、あの椅子シートみたいなの。あ,あ、そうなんだ。そ<う>だから、ぜひこう関西にお住まいの方でもね。うん、あの、本当名古屋ってすぐだから。 本当に近いよ、ね、あっという間だからもう本当に新幹線乗ったらすぐなんでちょっと旅行をちょっとこう組む感じででまた土曜日だからね。そうですねそう土曜日だしまたあのネタ多分全然あの少なくとも6本目のネタは絶対違いますんで <laughs>、ね、ガラッと変えますよねガラだから本当にその位置しか見えないものも見せれないものとかもあるからそうですね、うん、でやっぱり今回はもう本当に漫才やってダイソーさんのネタがあってえそしてできたくのネタがあってっていうのをまあ繰り返すような形になりましたけどダイソーさん もう最高に盛り上がってたんねまたちょっと別の人が今度はね出てくださいますから、えー、ガーベラガーデン、はいえー、このお二人はですね、えー、塾講師とほんの学校のね先生がコンビを組んでずっと長いことやってて m ワ1ももう出れなくなるぐらい歴を重ねててで m ワ1の準々決勝とかにも行ってるんだよね,そうそう,ねそうそうそうそれで実は我々も仲良くさせてもらっててもともと舞台袖で。 去年ヤングタウン漫才ライブの時にゲストで来てもらった以来のお付き合いで酒井直人さんでしょもう一方お会いしたことはないこの方はですねまああのラジオが結構有名で人気なんだってねそうそうそう名古屋でもやられてるしあと「ナクライブ」とかでもやってるのかな結構その喋り手としてもかなり名古屋在住の芸人さんそうそうそうそれでしかも大須出身あそうなんだ大須演芸場大須出身で僕はだから去年の名古屋の広めの前にラジオに出させてもらってはい でなんかもちろん知ってくださってて「なんか、うん、あの知ってますよ」なんて言われて「うん、えー、ありがとうございます」なんて言って「うん、よく知ってくれてますね」みたいな「うん、いやもちろんですよ」なんていうこと言ってくれて、うん、でまあ、そこからはまあちょっと連絡先とか交換してしかもねその広めの落語にも来てくれたのわざわざとご丁寧に。うん、でまあそれいもあってちょっと今回出てもらおうということで。うんうん これはまた私はどういうネタをするのかも知らない今回はまたちょっと雰囲気はね漫才が続くからさそうだねちょっとライブっぽくなるかもしれないしねだからまあそういう意味で毎回毎回やっぱこのツアーはさずっと同じネタをやるんじゃなくて日々冒険はい新たなネタをね常に挑戦しながら必ず一本は自分発案のなんかやりたいことをやっぱ俺もさ作ってくるからどんな結果になろうと それは別にいいとらいます。それはそれで私も楽しみたいでさらにほら今あるネタのもブラッシュアップしてどんどん変わっていくわけだから今日も学びはたくさんありましたのでもちろんねお客様に楽しんでいただきたいという一心でやりましたけれどもさらに今度は進化した形で名古屋でやりますんでまたよかったら皆さん来てみていただけたらと思います。すからはいそうでね で皆さんからの今日もメッセージもお待ちしております。<ん>えー、宛先ですが、ヤンタンアットマーク MBS 一一七九ドットコム、ヤンタンアットマーク MBS 一一七九ドットコムです。X のハッシュタグはカタカナのヤンに漢字の日でヤン日、ヤン日でつぶやいてください。お待ちしております。お願いします。それでは一曲いきますか。それとも CM いきますか。 あじゃあお知らせがもう一つあるのねあじゃあもう一つお知らせしときましょうこれね、あのー、これはあなたと私ではなくですねやんたんからのお知らせがあるんですよあっそうなの、はい、ヤンタンのね公開録音があるんですよえ、うんはい、6月8日の土曜日に開催されます新ヤンタン 6, <日><ん>6月8日 ?6 月8日です、うん、土曜日に開催される新ヤンタン初のあヤンタンやってないのあなたあんまり関わってない え、俺、六月四日、え、いる、いないの?。六月四日。俺、俺、スケジュール、聞かれてないけど、ああ、もう、いい、ごめん、ごめん、なん、なん、だろう、分かんない。六月四日に開催される、新ヤンタン初の合同公開収録。壁ポスター、しませんし。え、マスト、伊原六花の M. B. S. ヤングタウン公開収録、イン、オシフェスという。今、俺、今、漫才やってるみたいになった、今。いや、俺、入ってねえ、じゃねえかよ、じゃなくて、普通に、あ、本当、そうなんだと思って、あ、今。分かってなくて、ごめん、ああ、それは、だ、大事だよ、行われるんです。それは、もう、ほら。 若いあとは若い皆さんでねあとは若い皆さんでやってもらえないですからねこちら開催が発表されておりましたて「e プラス」よりも好評発売中ということなんですがこの度ですねこのフレッシュな皆さんにあの私福島は加わりまして公開収録に参加することになりました待って待ってこれ,これじゃないよね四十、はい、の坂東さんは参加ならずということになってしまいましてんで何が,何が。えっじゃあもう一回言って出演者言ってえー 壁ポスター、はい、大石正義、ええ、松尾、伊原六花、福島のぶ。大石正義さん、確か年上だよね。<laughs> 年齢で言うならば、<laughs> まあまあ、年齢なら、そうだけど、うん、その、なんての、ファン層。いや、だって、俺、ちょっと待って、俺、六月四日、暇すぎだからさ、九日、筑波で、落語会なの。うん、前日、あの、筑波のライオンズクラブの皆さんと、あの、会食だもん、ね。<laughs> でまたスナック行くんだからどうせまあそっちもイベントがねそ,<の>そっちも行ってこないじゃないよ全然違うじゃないかよ行 <laughs> かなくちゃっていいんだもん思いますけれどもこちらはこちらでやっていくっていう感じですね6月8日土曜日です会場が5時半開演は6時大高大梅田キャンパスの上昇ホールというところでチケット3500円で開かれますぜひともこちらも豪華なメンバー揃っておりますので e プラスのイベントページでご確認いただきたらというふうに思っております3500円と言いますと今日の当日券我々のね回と同じですからね ええー、ぜひともお越しいただけたらと思っております。まはい、はい、よかったらマドさんもお時間ありましたらぜひお越しになっていただけたら。見に来いと言ってるんだね。つく <laughs> <laughs> のライオンズクラブとのスナック巡りを <laughs> キャンセルして, <laughs> て見に行くの俺。<laughs> 大阪のお時間ありましたらちょちょっと検討ささせてくだいし、はい、そして、そしてこの推しフェスのタイミングに合わせまして大ニュースです、えー、放送開始から56周年を迎えました MBS ヤングタウンと今年50周年を迎えるハローキティに代表されるサンリオキャラクターズの初コラボレーションが決定いたしました MBS ラジオの公式キャラクターのラジオンちゃんとサンリオキャラクターズがコラボしたぬいぐるみマスコットやポストカードセット、えー、フレークステッカーセットなどの商品を発売いたします。また MBS ヤンングタウン サンリオキャラクターズポップアップショップというのを大阪と東京で開催いたします。グッズはウェブでの発売も予定しております。詳しくは特設ホームページご覧ください。こういうですね、ええー、かわいいやつですね。おかしいなと思ったんだよ。えー、なんでこんな急にあの知らないものが置いてあるんだろうと思ってさ、<laughs> ラジオンちゃんがこ,これあれじゃ有名になっちゃうこれあの。ロミちゃん。あ。 これ何何ちゃんクロミちゃんクロミちゃんそうギャルが好きなキャラクターわかるわかるギャルが持ってる見たことあるよねだから見たことあるよねってなんだよおい静かにしろよマジでえそういうのがすごいじゃんラジオンちゃんとラジオちゃんの被り物をラジオンちゃんが被りえ超かわいいなんだよこれ 超可愛いじゃんこれムエタイの選手みたいなってるよムタイの選手だほんとに違う違うそれはこうそう言ったらそうなっちゃうからムエタイでこうやって、ね、しかも顔もさムエタイやってそうな顔してるさ俺がさちょっと東洋のさポチャッコのやつとかいいじゃんこういうねあ全部違うんだあこれだってあれこれなんだっけ これ,これはポンポンプリンだよねそうそう。あ、ポムポムプリンですね。<laughs> ポンポンプリンではないです。はい。<laughs> ポムポムプリン、ね。えー、可愛い,いじゃんこれ。こ,こ,これどなヘアバンドなのかな？これは。これさ、お風呂上がりとかに絶対ギャル好きじゃんこれ。<laughs> これ髪まとめてさ、<laughs> <ー>こうやって。だから買うの？それを。買うのだからないわだから。<laughs> どうなってんだよ本当。つくばに持っていかなきゃいけないからなんでつくばにギャルがいるっていう前提なんだよ本当にいい加減いい加減にしろよ本当に全部自分で巻いたたてだ声を大事して言うぞほんといい加減だよ本当にマジでやってらんねえよマジで曲いけよいいからもう曲行けよマジで曲いきましょうかはいせっかくですから曲いきましょう水木有沙さんでトゥーシャイシャイボーイいい加減にしろってマジで あなたは大変な人ですね何ですかパーティーパーティーでお忙しいですな。パーティーたまたま続いちゃったのよライオンズクラブのパーティーも行かなきゃい,けない,しい。ライオンズクラブはパーティーじゃないか。あ違うのライオンズクラブは普通に語会ですよ。えー、そんなんだかわかんないけど、そのモデルさんたちがいっぱいいるパーティーも出なきゃいけないし。まあまあ、さらに言うならば今日もパーティーだったんでしょ、あなた。普通さ。 その<や>単独でやるさ、はい、やる漫才のツアーがあるじゃない？いかそれはさそこの公演がある日です。うん、大いにわかってる。普通朝から練習したり準備したりするものじゃない？ごめんその日はギリギリなんだよなって言われてなんだろうなと思ったらさ。 何があんのかなって言ったら固くなにあんまり言わないからどういうことだろうと思ってちょっとちょっとずつちょっとずつ優しく優しく聞いてたらなんか結局ふた開けたらパーティーしただろうねまパーティーっ <laughs>、まあ、ーィーちゃパーティーなのかなこれ<え>あのー、神戸の前にパーティーに行って帰ってんじゃねえよ <laughs> お前エックに神戸の前にパーティーに <laughs> 何これ青な,青な文章だな甘崎さん天崎さん甘崎,崎,崎さんお疲れ様でしたラジカルでレギュラーとして使っていただいて以来お世話になっております引き続きよろしくお願いいたしますえー、っと何、えー、席はザタッチ、えー、大御所が喋っている最中3人でこっそりビュッフェを取りに行った時になぜかあの頃を思い出しましたチューザーだってチューザーじゃねえよ ななんだやトゥーザーじゃないよやだからまあだから漫才ライブがあるから、うん、本当にあに12時から始まったけど1時間だけ、うん 参加てもらったんですよ。まあでもすごいパーティーでさ。パーティーって書いでさ。駐在シャイボーイ。駐在シャイボーイじゃでもやめろってマジで。あれ誰も気づいてないぞ。ありさ違いだってこと。水木ありさ。で、ツーシャイシャイボーイってなんだよ、マジで。本当バカにして、ほんと。バカにするだろ、そら。バカにされるようなことやってんだからよ。ツーシャイシャイボーイってなんだよ、マジで。マンドを遅刻で作ってるのか、本当に。いや、本当に。いや、もうやめて、ちりとに。やめて、マジで。本当にまあ。 パーティーパーティーまあこれはねお世話になった人のパーティーなる。まあ山崎さんっていうまあラジカルって朝の番組を使ってもらうん、まあまあ夕方もから始まったんだけどそれでもうあもう山崎さんもだから日本テレビでずっとだからあの人は今とかルックルックコンチワとか作った。ええすごい人だね。でももう、うん、そうそうだからデビュージを初めてテレビに出したのが山崎さんだっ<ー>だデビュージもいらっしゃってたし。すごい方だ、ね。あと草のひそしさんとかさ。へえ<ー>。本気には中山秀樹さんだね。ああ。でもそれでもう日テレのあのなに。 アナウンサーもさ、松本忍さんとかさ、うわ小野寺麻衣さんとかさ、あと松永二六あの二三六ってかえー、とらえー、とま松永二三六松永二三六ってとなんか、うん、あれ松永さんじゃないから渡り一之基渡井一之基 <laughs> 松永二三六じゃなくてほらなんだっけ有名なアナウンサーよもうあのもうね大先輩松永じゃないからひあの漢字で二三六って書く人

三四六とか三種類ね。関東の芸能人やってるねあなたは。関東とかまし、長野中心にやってる方ね。いやそうだね。あなたが、あなたが関東の。それまたふみナウンサーとかもいらっしゃるし、だから鈴木みしさんからそれからだからもう古いっていうかもう久々にあとチェリーパイってのがいたんだけどあとねモえやんっていたの。ああモえやんそう一人はほらあのヌーブラヤホの。そうヌーブラヤホ。だからそのチェリーパイ、パイ、パイパイおっぱいチェリーパイっていう子がいたのよ。また調子乗ってるのかお前。調子乗って <laughs> おい違う今日は大阪だぞ <laughs> お前 <laughs> いいかん園長ってありさちゃんはいないんだぞアリありさちゃん関係ないぞありさちゃんって言うのやめろもん本当にでチェリーパイとブーヤンとかってかもうそんなんじゃもうだ、まあ、タッチもそうだしそれから。うん えもう米津玄師匠、稲川淳二さん、えー、山田邦子さん、えー、小暮優子さん、ギャル曽根ちゃん、すごいね、えー、すごいね、芸能人がうわーって言って、すごい、それだけでも、そうでも、だから、言ってもさ、日テレの後輩のたぶん、プレトって超偉い人たちよ、そ,ね、それたちが後ろにいらっしゃったりとかわ、それはだから、金賞店バンドもそれ、断るはないね、確かに。 王将から挨もしかしたら俺も最後のリベラーあったかもしれないけど一応おたまと下駄はずっと持ってたんだけど、うん、もうそういうレベルじゃなかったまだまだ俺がやってる時には山田邦子さんと草野一子さんが喋ってる3だったか稲川淳二さんがずっと挨拶するんだけどさ、うん、あのずっと優しいねお褒めの言葉なんだけど全部階段話に聞こえない。<laughs> 喋りがむちゃくちゃうまいんだけど。いやー、本当にね、あんまりさんとも。<laughs> 一番昔からね、もうこのね、橋を渡る時もみたいなこと言うんだけど。ずっと、もうね、の、の、懇願話に聞くこえず、みんな、みんなでザーザーザざしちゃって,てそれ聞きたいな、それ。そずっと普通の,の、ね、俺が順次さんがする、普通の話聞きた。そうそうそう、いながじんさんがする、普通の話を初めて聞いたの。<laughs> だから怖い話じゃないからそんな優しい面もあるんですよって言うんだけどみんなちょっと怖い怖い話になってたりとかデヴィ夫人とかも何を喋ってるかわからないとかいうのとか全部含めてねすごい回だった昔の映像とかもちょっと流すと天崎さんが編集したやつ全部コンプラ出せない。古すぎてねなんか 面白い時代だったんだなやっぱり。まあね。この80年か90年、2000年っていうのはまたネットがない時代っていうのは独特だったね。まあそれはね。まあ確かにね。そんなすごいところに行ってたんでしょう。昔ね。なるほどね。まあそこから大急ぎで帰ってまあこうやってこっち来て神戸入ってまでさ。そこそこにという感じでしたね。いや本当ですよ。まあでもおちゃんがでもあの本番直前まで付き合ってくれてしかももう我々もね。 ちょっっととでもってことでダイソーさんとできたネタ見つけさんが出てる間もうずっともうね我々のネタ時間に合わせてちょっとこれぐらいやってくれみたいなオファーだったから結構向こうとしても大変だったんよ <laughs> そうだよねそうちょっと8歩ぐらいいお願いします結構やっていただいたからねまあそういうねいろんな人にお世話になりながら迷惑をかけてるわけです、ねはい、なんとか結果ように頑張っていきたいなと思います。